黒いガンダム。公開日誌補足。アーガマはスイートウォーターから就航して以来初の作戦をグリーンオアシスで展開し、ティターンズが開発中のガンダムマーク2 2機の奪取に成功した。これを我々反地球連邦組織エウーゴがティターンズと地球連邦軍へ対し本格的な軍事行動を開始したことを示すには十分な作戦となった。それとガンダムマーク2を操縦し本作戦に協力したグリーンノア1の民間人少年がアーガマに乗船することとなった。いいか、一機はバラシューだ。君はアムロレイを知っているかね。はい、アムロレイの名前はアングラの出版物で知っています。おお、グリーンオアシスでアングラか。グリーンオアシスだってもともとは軍事基地ではなかったのですよ。そりゃそうだが、空気漏れが続いていたらどうしたんだね。現在サイドセブンの空域はグリーンオアシスの名前で呼ばれ、ティターンズの拠点となっている。ティターンズはそこでガンダムマーク2の開発を行っていた。アポリ、ロベルト、ガンダムマーク2を捕捉するぞ。君の協力で2機ものモビルスーツが手に入ったのだ。偶然が重なっただけです。カミーユ・ベイダー、ティターンズのガンダムマーク2を奪い訓練もなしにそれを操縦した民間人の少年か。まるで サイドワンの脱出。アーガマは地球の引力でジャンプし、魔の空域と呼ばれるサイド4を経てサイド1の30番地へ入港した。かつて反地球連邦運動が盛んだったこの頃にはティターンズの G3 ガスによる攻撃を受け、1500万の住民は死滅し、今も無人のままだ。新たにクルーとなったエマシーン・チュイとカミーユ・ビダンにはその現場を見せ、エウーゴの活動の意味を理解してもらおうと思う。エマ・チュイは元ティターンズだが、カミーユの両親を人質に取ったバスクに疑問を感じエウーゴに参加した。まだ保護観察の身ではあるが、アーガマにとって良いクルーとなることを期待している。そこのノーマルスーツ、エウーゴのものか。地球連邦の人々は空という新しい環境を手に入れ、そこに適応していこうとする人間を恐れたのだ。ニュータイプになるから。そうだ、ニュータイプをエスパーのように考えているから、いつか彼らに主権を侵害されるのを恐れているのさ。嘘だ。お前はライラ隊、かつてジオンを好きにしたザビ家の残党の都合のいい理屈に騙されているんだ。地球連邦が第二のザビ家になろうとしているのがわからないのか。なんだと。地球を私のものにしようと。できる人だ、あれが敵。カミー、アーガムの前にビッグディアス隊は左右に展開する。アポリー注意の機体を狙う。
生意気な口を聞いた士官が乗ってでもいるのか。いや、さっきの子供の方か。ジェリド、油断するな。奴はただ者じゃない。そうか、私が今あの子のことをただ者じゃないと言った。この分かり方が無意識のうちに反感になる。これがオールドタイプということなのか。ジェリド！ライラー、おめでとう。君ももう一人前の立派なパイロットだ。アムロレイの再来だよ、君は。同感だな、神ユビダン君。月の裏側。アーガマはサイドワンを離脱し、月軌道へ入った。グラナダで補給を受け、次の作戦に備える予定だ。それとエマ注意の保護観察が解かれた。今後は現地徴用兵の扱いでパイロットとして働いてもらうのだ。どうした？後方より敵艦接近。あの神言ってこともあるライダー、奴はニュータイプだとでも言うのか。俺だっていつかはティタンズをこの手にしたいと思ってるんだ。本気らしいね。教えてやるよ。いい男になってくれればもたれかかって酒が飲める。神優、女の名前なのに男か。なめるな！仇は俺の手で取る。絶対に。お前さんが俺を導いてくれよ。敵艦よりモビルスーツ発進。マックス、ビッグベースを出せ。アーガマ降下。グラナダに行くと見せかけて一挙にアンマンコースだ。敵はすぐ目の前だ。マックスは30秒後にライフル装備で射出だ。ビッグディアスの準備も急げよ。敵十字方向。いや、正面から来るぞ。後からクワトロ隊員がフォローしてくれる。マーク2射出後、アーガマから援護射撃を行う。いいな。貴様はライラを知らんだろうが、俺にとっては師匠なんだ。援軍か。潜入の敵も撃てないのか、俺は。ペースにはめられたな。しかし一機のモビルスーツの動きにあれほど巻き込まれるとは若すぎるな。でないと今度は君が死ぬことになる。ああ、こんなに壊しちゃって足は全部変えろ。アーガマの次の作戦が決まった。ジャブロー進行だ。クワトロ隊はグリーンオアシスから移動を開始した。グリプスの攻撃を示唆したが、
ワンリー以下のエウーゴの出資者たちの関心はジャブロー攻略へ傾いていた。よし、アーガマはグラナダのエウーゴ艦艇と合流し地球へ向けて出航する。敵艦からのミサイル攻撃です。何？港の入り口付近に攻撃が集中してアーガマが出られなくなります。モビルスーツ隊を出してください。お前に命令される筋合いはない。やっている。カミユ、今回からバズーカで三段が使用可能になったぞ。威力はあまりないが広範囲の敵にダメージを与えるのには有効な武器だ。絶対にガンダムマーク2を沈めてみせる。イーナージェリド、例の作戦で行くぞ。時間差攻撃。分かっている。ライラの仇も撃たんとな。なんてやつだ。これもカミーユってやつなのか。あの作戦が失敗したのだ。アレキサンドリアと合流するぞ。アンマンではよく防戦してくれた。君の守りがなければ我々は地下に閉じ込められていた。艦長として全クルーに代わって感謝の意を表する。もうしばらく待機していてくれ。そしたら休め。ちょっと待った。救難信号をキャッチ。大気圏シャトルテンプテーションからです。それとモビルスーツらしきものの影を捉えました。ジャブローの風。月軌道を離れ、無事アーガマは艦隊集結の予定空域へ入った。これ以降は新任の艦長の仕事となる。もうすぐ僕は地球へ降りる。ジャブローへの降下作戦が開始されるからだ。僕は軍人になるつもりはないのに、いつの間にか戦争をさせられている。でも今はこれでいいと思う。ティターンズは許せないし、そう思える事件が起こったから。ファーに会えた。幼馴染のファーに、それとブライトキャプテンにも。月軌道で敵に襲われているテンプテーションを僕とクワトロダイートで救出したからだ。遅くな。テンプテーションにはグリーンオアシスの難民が同乗していた。その中にファーがいた。ファーの母親はティターンズに捕まり、彼女もグリーンオアシスを追われたらしい。マーク2を盗んだ僕と知り合いだからだ。同じ理由で親父とおふくろも殺された。バスクに人質にされ、僕の目の前で。ティターンズめ。私は本日をもってアーガマの艦長に就任したブライトノア大佐である。パイロットはモビルスーツデッキに集合。各自発進準備にかかれ。出撃か。モビルスーツ隊は衛星軌道より発進し、80機に及ぶ大編隊を組み地球へ降下。ジャブローに奇襲攻撃をかける。作戦終了後ガルダを奪い、搭載シャトルでパイロットは空へ脱出。万が一作戦が失敗した場合は地上の同盟組織カラバと接触し、以後の対応に当たる。以上だ。マーク2はフライングアーマーを使用する。大気圏突入時においてもバリューテより数段機動性は上だ。重力下でもこいつのホバーでガンダムの機体は支えられる計算にはなっている。気をつけて行ってこいよ。
左でモビルスーツ、いやモビルアーマーです。機動性はフライングアーマーの方がある。編隊が固定するまで100式も動け。行け。落ちろ。地球の引力の井戸に引き込まれるのはごめんだ。あとは後続に任す。艦隊の前に出るぞ。チタンズの第二波が入った。間違いありません。右舷上40度敵のモビルスーツ隊です。3分の2がジャブローに飛び込めばジャブローの制圧は可能だ。切り抜けてくれよ。見えた。ガンダムマック2。焦るなよ。場所が場所だ。重力に引かれるぞ。だからチャンスだって言ったんだろう。そりゃそうだ。敵は取るぞ、隔離コン。必ずな。ガンダムマック2は見つけられるのか。ここで会ったが100年目。俺は神の存在を信じるぜ。隔離コンの敵は取らせてもらう。どうしたんだ。ここは地球だぞ。エウゴより俺たちの方が有利なはずだ。生きているか、カミーユ。ポイント203へ集結だ。マーク2は川沿いに下っていけ。合流しろ。これより基地内へ進行する。妙だな。ジャブローの抵抗はこんなものではない。何があるのだ。おかしいですね。エリア1のビルはほとんどが空です。チタンズはここを引き払ったのではないでしょうか。先行したレコア少尉からも音信不通ですしね。よし、エリア2へ進行する。エリア2もまるで空き家か。レコアさんがいます。何、見たのか。いえ、そんな気が。いた。ガンダムマック2と新型だ。神優、肩をつける。ガンダムのやつ、くそー。動けるか、カミーユ。あと10分でここの核爆弾が爆発をする。連邦軍はすでにここを放棄した。ジャブローは引っ越し中だったんだ。レコーさんを発見しました。それとカイシデンさんという方を救出したんです。よくやった。
第一滑走路からガルダが出る。脱出するぞ。カラバの隼人小林です。ケネディまで誘導します。ケネディ空港は安全なのか。隼人小林君、カラバで制圧しておりますから、脱出用のシャトルも2台用意しています。一気に攻める。奴らシャトルで脱出するつもりだ。発進を食い止めて、エウゴのモビルスーツも奪うぞ。カムチューシャトルだ。パイロットたちの乗ったシャトルをやらせるわけにはいかない。カウントダウンは継続しているな。カミーユ、ロベルト、発射までシャトルを援護するぞ。アメリカ大陸を抜けられると思うなよ。クアトロ隊、カミーユ、ケネディを脱出する。早く乗り移れ。マーク2は届くのか。カミーユ、敵を抑え込んでアウド村に飛び移れ。このアウド村はどこに向かうのだ。ヒッコリーへ向かいます。ここでダメならば次の手を打ちます。バンデンバーグの近くにもカラバの同志がいます。補給も必要ですし。ケネディ空港を襲った連中がスードリーで追ってくるとして、半日はかかりますかね。いや、もっと早いな。沈むのかよ。下駄履きのモビルスーツとギャップランが違うんだよ。落ちよう。調子に乗って動きすぎたか。エネルギーがあるうちにスードリーと合流せねば。
また敵中だ。今度はケネディを襲ったやつです。早すぎる。さっきの出撃でライフルの整備ができていない。バズーカ装備で出てくれ。カミー、アウトグラの護衛が最優先だ。あまり離れすぎるなよ。宇宙人は空にいればよかったんだよ。アウド村に当たる。なんだ。ここまでだな、エウーロ。全機撤退だ。ガンダム、マーク2、ご無事でありがとう。一年戦争終結後、ニュータイプは危険分子とみなされ、連邦軍の監視のもと空に出ることはできなかった。アムロレイもまたシャイアンに豪邸こそ与えられていたが、幽閉に等しい生活を7年間強いられていたのだ。そのアムロをカツのやつよく連れ出してくれた。フラウたちも無事日本へ向かい、お腹の赤ちゃんも順調なようだが、会えるかどうか。追ってこ。カツ、行きます。何、カツがマーク2で出たのか。出たようだね。私にかなうのか。この力は何だ。こんなことで。地上は霧が深く、ミノフスキー粒子も厚い。これを利用して敵をかく乱できれば、時間通りヒッコリへたどり着くことができる。何としてもクワトロ隊とカミーユをヒッコリーのシャトルで空に返さねばならん。カツもクワトロ隊に預け同乗させることにした。空へ行くことはカツのたっての希望だったからな。アムロもようやく昔の勘を取り戻したのか、ヒッコリーまでの護衛を買って出てくれ、カツを乗せモビルスーツで出た。敵に捕まりました。降下だ。ただしヒッコリーには近づくなよ。
ここまでだな。こういう時は機動性に優れたアッシュマーの方が。おお、カミーユ、気合がボケているぞ。クワトロ対トカツ君は空へ返す。君はもう間に合わない。次のチャンスまでそばにいてくれ。死に土産をいただく。うわっ、アッシマーが。空にあげることができなかった。いえ、ありがとうございます、アムロレイ隊。僕の方こそ命拾いさせていただきました。香港シティ。アウド村はアメリカ大陸を離れ、ニュー香港へ入港した。ヒッコリーで受け取った海からの情報にあるルオ商会と接触し、補給を受けるためだ。この後、キターンズのニューギニアの拠点を攻めるにしろ、カラバは戦力を整える必要がある。今、アムロがその交渉に当たっているが。未確認飛行物体、ニュー香港に確認。未確認ではわからん。機種はモビルスーツにしては大きすぎます。こちらのモビルスーツはガンダムマーク2が発進できます。よし、発進させろ。敵は正体不明機だ。街中での戦闘になるかもしれない。気をつけていけ。ガンダムマーク2か。なんだこのザラッとした感覚は。こんな感覚を持った奴がいるというのか。不快だ。街中で戦闘を見させてもらった。もしカミーユが敵と感じ合うあのセンスを持っているのならば、君こそ英語のための良いパイロットになれるだろう。そのためにも何としてでも空へ帰るんだ。重力というやつは本当に人間の心を地の底に引き込む力があるようだ。僕の二の舞を踏むんじゃないぞ。ルオ商会との交渉も成立し、補給も受けられることになったが、香港市長からアウド村に本日中に退去命令が出された。やめろ。こいつは。ねえ、私の名前好き？好きだよ。私は嫌いよ。なぜさ、響きのいい。今の施設で4番目だから4なの。ナンバー4。本当の名前は？わからないの。私には記憶がないのよ。知りたいんだ、昔のこと。
悪2を倒せば研究所は記憶を戻してくれると言っていた。私は自分のことをもっと知りたいの。フォー、空へ行こう。エウーモの技術なら君の記憶を取り戻せるよ。フォー、無駄だ。カミーユは私のことを何度も知っている。だから私の敵になるのをやめて、優しくしてよ。フォー、アウドムラはニューギニアへ進路を取った。キターンズの拠点からシャトルを奪い、カミーユを空へ脱出させるためだ。ルオー商会から入電、本日11時より24時間、アーガマは衛星軌道上にコースを固定。アーガマが来る、早すぎるな。ニューギニアへ着くのは早くても明日の朝だ。間に合わせるんだ。湘南海もチャンスは巡ってこない。敵機発見、モビルスーツ部隊です。ハイザックと例の黒いモビルスーツもいる。いいのか、カミーユ。そう、カミーユ。フォー、僕は君に言い残したことがある。僕の両親のことだ。僕の両親はエウーゴとティターンズの戦いに巻き込まれて死んだんだ。僕の目の前で。父には愛人がいた。母はそれを知っていたけど何も言わなかった。なぜだと思う？なぜ？母は仕事が面白かったのさ。幼なじみの子が母親代わりに言うんだよな。爪を噛む癖をやめなさい、カミーユって。僕にはそれが嫌だった。だってさ、カミーユってのは女の子の名前だ。大嫌いだったよ、ずっと。そう、だから僕は空手をやった。ホモアビスもやったし、モビルスーツを作ったりもした。男の証明を手に入れたかったんだ。カミーユ、もう一度だけ聞いていい？今でもカミーユって名前嫌い？好きさ。自分の名前だもの。お互いの場所へ戻りましょう。ここはあなたにはふさわしくないわ。フォスードリーが直進する。アウドムラに特攻するつもりか。しかし、あの黒いモビルスーツはどうしたのだ？わかりません！わかりませんけど。ん？シャトル用ブースターだと。カミーユ、聞いたか？アムロさん！スードリーのブースターで空へ帰れ。そう言っている。フォーが？カミーユ、スードリーのブースターを利用して空へ脱出しろ。援護する。今の声がカミーユの言っていた敵の声ならば、彼女は命を懸けてカミーユを脱出させようとしている。人の行為を無視する奴は一生苦しむぞ。カミーユ、行け。アーガマを呼び出せる時間だ。マーク2がシャトル用のブースターに取り付いたか。アーガマ、進路は合うようです。アーガマに伝えろ。いつマーク2が飛び出すかわからないんだ。了解。カミーユ、発進できるな。アーガマが拾ってくれると信じるんだ。カミーユ、空、さよなら。カミーユ、アーガマが待ってる。了解、行きます。
迷子になるなよ。フォー、これでよかったのか。フォー、機械は使うな。目を使え。バリュートを使ってギリギリまで降下。ガンダムを引っ掛ける。見えた。マックス、離脱するぞ。カミーユ、よく戻った。ファーはグラナダに行っている。クワドロ隊とカツも一緒だ。ゼータの鼓動。見送ってくれる人がいる。挨拶した方がいい。さらには分かるか。はい、ジャミト・フハイマン様がいらっしゃいます。世捨て人のような暮らしをしていながら、あの素早い行動力、アプティマス・シロック、危険かもしれない。前、チターンズの艦隊がグリプスを発進した。どうやら大掛かりな作戦を発動中のようだが、アーガマも哨戒行動を強化し、その動きを追っている。昨日遭遇した敵が新型のモビルスーツだったことから考えると、敵の目標は月のようだな。グラナダか。敵も戦力を整えているようだが、こちらもグラナダからゼータガンダムが届いた。あとはパイロットの問題だ。ムーンアタック。グラナダからの情報でティタンズの艦隊の展開図が手に入った。敵の艦隊の目標は月の表側の都市フォン・ブラウン市だ。月と地球の表玄関となっているフォン・ブラウンは、地球と月の裏側の両方を制圧できる拠点となりうる。連邦議会も近い。ティタンズめ、ここで一気にエウーゴと地球連邦軍を封じ込めるつもりか。マウアー隊は第二戦隊、ジェリド中尉にはサラ総長とシドレー総長を指揮してもらい、第一隊とする。ジェリド。マウアー、そっちは景気が良さそうじゃないか。ジェリド、そんなことでイライラするのではなくてよ、あなたをジャブローで助けた私の勘を裏切らないでほしいわ。全艦、戦闘配置完了。長距離ミサイル、ビームによる威嚇射撃。第一戦闘配備、モビルスーツ船に引きずり込むぞ。何としてもティターンズの作戦を阻止しろ。タンズの戦艦がフォン・ブラウンの制空圏に侵入。モビルスーツも発進させたようです。カミユたちを向かわせろ。
シロッコが選んだニュータイプ候補生とはいえ、こんなガキの重りをさせられるとはな。お言葉ですが注意、私たちは十分訓練を受けています。そのように言われるのは心外です。わかったよ。お前たちの言う実力とやらを見せてもらおうか。変です、キャプテン。ティターンズの戦艦が一隻でフォン・ブラウンへ降下しています。何？艦隊行動を取らずにか。ゼータ・ガンダムなら間に合うはずだ。無理です。敵のモビルスーツと交戦中で、とても。グラナダからの増援もまだだというのに。後方の艦隊が浮き足立って見せたのも作戦だったのか。また空で会えるとはな。嬉しいぞ、神優。不愉快感は、この不愉快さは何だ。行くぞ、カミーユ。モビルスーツ隊はおとりだ。フォン・ブラウン氏は敵に港を解放した。ここで戦うのは危険だ。ご苦労だった、カミーユ。本作戦は失敗に終わったが、反撃のチャンスはまだある。次の作戦に備えておけ。反撃。アーガマはラーディッシュとグラナダで合流し、フォン・ブラウン奪回のため発電施設を占拠する作戦を展開している。クワトロ大尉とブレックス准将は連邦議会へ出席のため地球のダカールへ降りた。カミーユはフォン・ブラウン市内に潜入させ、中の様子と市民たちの反応を調査させている。報告によると、一隻で降下した例の戦艦はフォン・ブラウンを出たようだが。右後方、モビルスーツ。対空監視、何やってんの。モビルスーツ発進させ。カミーユの回収も急がせろ。こいつ、少しは骨があるようだな。撤退だと？中途半端な。また会おうぜ、親。
発電施設は我々が占拠し、敵の艦隊はフォン・ブラウンから撤退していった。作戦は成功だ。ご苦労だった、カミーユ。アーガマに投降してきた敵のパイロットからの情報提供、フォン・ブラウンを撤退したティターンズ艦隊がグラナダへのコロニー落としを敢行していることが分かった。核を使わずにグラナダを全滅させることができるコロニー落とし。情報提供者はサラ・ザビアロ、木星帰りのジュピトリスの隊長パプティマス・シロッコの部下だ。アーガマはラーディッシュと共同してコロニー落とし阻止に当たる。ゼータと言ったか。このマシンの弱点を知っているのか。軌道を変え作戦は成功したが、あのサラという少女には逃げられた。やはり敵のスパイだったようだな。サイド2の危機。サイド2の25番地より発信された救助信号を受信した。アレキサンドリアが進撃を開始したらしい。ティターンズはコロニーを潰し、我々エウーゴに降伏させるつもりなのだ。スイートウォーターからの観測によると、アレキサンドリアはガス専門の補給艦と接触をした形跡がある。そのことからコロニーに対し G3 ガスを使う可能性も考えられる。サイド2の区域に入り次第、モビルスーツ隊全機発進。25番地コロニーの G3 取り付け作業を何としても阻止しろ。ジェリド、覚えておいてね。あなたの後ろにはいつも私がいるって。ああ、行くぞ。また邪魔しに来たと言いたいが、月は俺にある。Thank you.
ミユ！ジェリド・ムサ注意か！しまった！うおぉ！ジェリド！おい！マウア！守ってみせると言ったジェリド。マウア！マウア、マウア、行けるぞ。敵モビルアーマー、アーガマに突っ込んできます。キャプテン、カミユに任す。クワトロ隊が地球から空に帰還し、メラニー会長の命を受け、再びアーガマへやってきた。我々は会長の命で地球圏へ接近中の元ザビ家の残党軍アクシズと交渉したが、アクシズはティターンズと手を結び、状況は泥沼化する一方だ。アーガマは現在、カラバが展開中のキリマンジャロ基地攻略の支援のため、衛星軌道上で作戦に当たっている。百式がコントロール不能、落ちていきます。カミユが追っています。聞こえるかカミユ、カラバと合流しろ。聞こえているな。そこの怪しいやつ、大丈夫か、フォー、フォー、カミゼータに乗れ。あなたのことをもうクワトロ隊とは呼びませんよ。あなたはシャアーズナブルに戻らなくてはいけないんです。そうだな、カミーユ。ダカールの日、アウド村はキリマンジャロから弾道コースでダカールへ進路を取った。クワトロ隊をダカールの議会に潜り込ませ、
大尉の演説を議会放送で流すためだ。その手はずはベルトーチカが整えている。あとは全て大尉次第だ。降下目標を確認。ダカール上空だ。それでは大尉、気をつけて。ああ、ミサイルに当たらないことを祈っているさ。カミーユも行けるな。よし、降下開始。もう大丈夫そうだな、カミーユ。死んだ者はないと思ってくれない。僕とシャンはそれが分かるのに7年もかかった。もうすぐ演説が始まる。放送終了までは持たせるぞ。私はこの場を借りてジオンの意志を継ぐ者として語りたい。無論ジオン公国のシャアとしてではなく、ジオン大君の子としてである。来たか、ガンダム。人間はその能力、戦闘中止命令です。この戦いはテレビで報道されています。連邦国民を敵に回すわけにはいきません。上からの命令です。撤退してください。エウーゴの戦術に乗っちまってそれでいいのか。クワトロ隊とカミーユがアーガマに帰還してから、ティターンズ、アクシズ、エウーゴの三つどもえの戦いはさらに混沌とした様相を展開した。ティターンズはグリプス2をコロニーレーザーに改造し、その照準をグラナダに向けた。我々はザベケ復興を承認することを条件に、アクシズのハマーンカーンに協力を求め、グリプス2の核パルスエンジンの破壊に成功する。しかしハマーンは再びゼダンの門へ向かい、ティターンズと接触を図るが決裂。同時にハマーンは隕石基地アクシズをゼダンの門へ向けた。
ゼータか。近づくやつはみんな灰にするぜ。カミーユ、一機のモビルスーツに構うな。離脱する。金色め。ジャミト・フハイマンはグアダンでハマーン・カンにより暗殺、バスク・オムも戦死と表向きはされ、現ティターンズの実権はパプチマス・シロッコへ移行した。我々は先のメイルストローム作戦でアクシズの手に落ちたグリプス2を制圧、コロニーレーザーでアクシズの軌道修正に成功するが、その発射の隙を突かれ、現在ラーディッシュ以下のエウゴ艦隊はアクシズとティターンズの艦隊に総攻撃を受けている。アーガマもその支援に全速で向かっているが、食べるからさ。ラムシャス、よくも。エマチュイ、ラディッシュ、マークスへ接近させます。ダメだ、エマチュイを見殺しにはできません。すまない。よし、ラディッシュ前進。注意が無事ならいい。変形、かつ、まるでみんな戦いに引き込まれていく。この戦いを生むものは何だ。あの向こう、不愉快だな、この感覚は。
やる。カミユ、掴んだぞ。貴様のようなのがいるから戦いは終わらないんだ。俺を戦いに駆り立てたのは貴様だ。そんなこと言えるのかよ。俺は貴様ほど人を殺しちゃいない。俺は人殺しじゃない。俺がこの手で殺してやる。そうしたら戦わずに済むだろう。うわー、カミユ、貴様は俺の。エマ注意、アーガマまで戻りましょう。マーク2で戦うのは無理です。偏見艦長やカツを殺した人をこのままにはしませんよ。この決着はつけるんです。ゼータが絵巻を回収。マーク2損傷しています。マーク2、メタスと共に帰還。ラーディシュが沈んだというのか。カツの戦士か。偏見艦長も。ゼータガンダム司令！カミーユ、死にたくなければハンブラビを追って。ゼータ、逃がさんぞ。貴様、人がいっぱい死んだんだぞ。お前もその仲間に入れてやるって言ってんだよ。遊びでやってんじゃないんだよ。なんだと、あれは。命は力なんだ。命はこの空を支えているものなんだ。それをこうも簡単に失っていくのは、それはひどいことなんだよ。こいつは何だ。何が楽しくて戦いをやるんだよ。貴様のような奴はクズだ。あの光、バリアなのか。どこが痛むんです。体中がね。もう少し引き寄せれば5隻や6隻の戦艦は沈められる。コロニーレーザー砲を使うんですか。そうだ、コロニーレーザー砲にモビルスーツ3機が向かっています。カミーユをレーザー砲の守りに向かわせろ。はっ。カミーユ、私は見たわ。ゼータガンダムは人の意志を吸い込んで自分の力にできるのよ。だから私の命を吸って、そして戦いを終わらせるのよ。カミーユビタ。私はただ世界を誤った方向に持っていきたくないだけだ、ジャビ家最高を阻むのなら排除するまでだ。シャア、貴様のようなニュータイプのなり損ないは粛清される運命なのだ。わかるか。それは違う。何？本当に排除しなければならないのは地球の重力に魂を惹かれた人間だろう。けどそのために大勢の人間が死ぬなんて間違ってる。愚劣なことを言う。ちっぽけな干渉は世界を破壊に導くだけだ。少年、コロニーレーザーが発射される。脱出するぞ、カミーユ。でも、君のような若者が命を落として、それで世界が救われると思っているのか。新しい時代を作るのは老人ではない。
来ました。グリプス2、発射準備よしです。よし、いや、発射体制のまま待機。待てませんよ、ターゲットは動いてるんです。分かっている、レーザー砲の中には神湯たちがいるんだよ。みんなが逃げ出すまで、それまでは。出てきました、百式灯ゼータです。よし、コロニーレーザー発射だ。ラジャー、思うなよ小僧。焦りすぎだからいけないの。パワーが団地なんだよ。そんな時はどうしたらいい？俺の体をみんなに貸すぞ。それでいい、カミーユ。現実の世界の生き死ににこだわるから、一つのことにこだわるんだ。ゼータ、どうしたんだ。わかるまい。戦争を遊びにしているシロッコには、この俺の体を通して出る力が。体を通して出る力？そんなものがモビルスーツを倒せるものか。カミーユがその力を表現してくれるマシンに乗っているゼータガンダムにね。女の声、まだ抵抗するのなら。ジオ、動け。ジオ、なぜ動かん。ここからいなくなれ。私だけが死ぬわけがない。貴様の心も一緒に連れて行く。ブッ、神ユビダン。光が広がっていく。大きな星がついたり消えたりしている。大きい彗星かな。違う、違うな。彗星はもっとバーって動くもんな。暑苦しいな、ここ出られないのかな。おーい、出してくださいよ。艦長、ブライト艦長、ね、神指だが聞こえますか、アーガマン。お前もアーガマに帰りたいの。